アブディビレは、ソマリアの陸上競技選手、ラスアノド出身。専門は中距離走1987年世界選手権、男子1500メートル金メダリスト、ラスアノドの遊牧民の家系に生まれた。1983年に、アメリカ合衆国のジョージ・メイソン大学に留学、同国に居住した。1984年のロサンゼルスオリンピックで、 国際大会デビューを飾って西種に出場、準決勝進出の成績を残した。1987年にローマで開かれた世界選手権1500メートルは優勝候補と目されたモロッコのサイドアウィータが出場しなかったが、ビレは序盤はスローペースで進んだレースでラスト800メートルを1分46秒、0、400メートルを51秒4で走り3分36秒、 80の記録で優勝した。数日後に、ケルンの競技会の1500メートルで自己ベストなる3分31秒71を記録。そして、ローマで行われた IAAF グランプリファイナルは3分31秒80をマークして優勝した。12月に帰国した際に、祖国モガディシュでソマリア国民から熱烈な歓迎を受けた。 1988年のソウルオリンピックは怪我のために断念せざるを得なかった。同年にソマリア内戦が勃発、後年には難民となった親戚11名をインド洋の転覆事故で亡くしている。1989年は出場した10レース中9勝を上げて復帰した。9月3日にリエーティの競技会で記録した3分30秒55は、 同年の男子1500メートル世界最高記録となり、またビレの自己ベストとなった。同月にバルセロナで開かれた IAF ワールドカップの1500メートルに出場し、セバスチャン・コーラを下して優勝した。1993年にシュトットガルトで開かれた世界選手権は1500メートルで、ヌールディン・モルセリラに次ぐ3位に入って、銅メダルを獲得。 ロンドンで行われたグランプリファイナルの1500メートルは2位となった。1995年の世界選手権は予選落ち。1996年のアトランタオリンピックは1500メートルで6位入賞の成績を残した。2013年からアラブ首長国連邦でコーチを務め、アジア選手権で女子5000メートル1万メートルの2巻に輝いたビットルヘムでシリーンを指導している。 ありがとうございます。